こんにちは、花クラブの宮川です。今回はユーカリの簡単なスワッグを作っていきます。赤いユーカリとグリーンのユーカリ2つを使って作ります。本来はこんな感じでこう飛び出たところはカットしちゃうんですが、これ柔らかくてペタッとくっつくので、もうこのまま作っていきます。こちらの方もこう握る部分の横枝はない状態なので、このまま組んでいきます。ここが中心ですね。で、こうして見た時に、綺麗な、最初から綺麗な形をしているので、この形をあんまり崩さずに作っていければ、いいんじゃなかろうかと思います。その上に乗せます。で、こっちの方が、右側の方が分量少ないですよね。なので、右に乗せていきます。で、バンディングポイント持つところはここです。この横枝のすぐ下のところが、ここが後でくくる場所になります。中心より右側に来る葉っぱは茎がね、下の方に行きます。こんな感じ。次のグリーンを上に乗せます。今度はこれが右側だったので、今度は少し左寄せみたいな感じ。持ち手よりも下に横枝が来る場合は外します。もしね、こうやって持った時にこうペタッとなってくれるんだったら、そのまま一緒に持っちゃっていいんですけど、これは結構こう強い枝なので外してしまいます。パツッと。で、後でこうくくりやすい状態を作ってあげます。ここが悩ましいところですね。外すか、このままいっちゃうか。このままいっちゃいましょう。なので、今度はさっきバンディングポイントここだったのがちょっとずらします。生かしたいので、これをね、落とさずにバンディングポイントこっちにずれます。持ち手をちょっと下げて、ここがくくる場所に変更です。で、長いものから基本的に入れていくので、残っている枝の長そうなものは次に乗ってきます。この辺が少なめな感じなので、このままないところに置いてあげる感じですね。で、ここが欠けてる感じなので、欠けてるところに持っていってあげます。で、どっちの方が綺麗に置いた時に綺麗なのかっていうのを確認して、で、ある程度の厚みがついてきたら、縛ることを想定してギュッとこう握ってみてください。違和感なくギュッと縛れそうかどうかを確認します。で、これも横枝を外します。麻紐です。親指を起こして麻紐を押さえます。グッと引っ張って緩まないようにします。で、1回転するごとにキュッと引っ張って緩まないようにグッと巻いていきます。植物は乾燥して縮むので、緩いとすっぽ抜けてしまう危険性があるので、しっかりとくくっておきます。グッと5周ぐらいできたらひっくり返します。真裏で結びます。で、引っ掛け用の輪っかですね。
を作っておきます。これで組み上がりました。赤とグリーンのユーカリが綺麗ですね。今日の本題はここからです。いくつかリボンを見てもらいます。じゃん、エントリーナンバー1番、もこもこさんです。こう新しい今年の新作かなと思うんですけど、初めて見て可愛いと思って買ってきてしまいましたが、表裏こんな感じで裏張りしてある感じですね。青山リボンさんです。メタリックベルベットのシルバー、65ミリの 4.5 メートルです。ちょっとこう北欧風な感じでおしゃれさんな感じですね。どうでしょう。次は定番的な感じですが、エントリーナンバー2番、ラフィアさんです。まあ、こうナチュラル系な感じに、ナチュラル素材っていうのはやっぱり合いますね。でシンプルで素敵なイメージです。私も好きですね、こういうのね。ナチュラルな感じで、まあ、大好きです。エントリーナンバー2番、ラフィアです。エントリーナンバー3番、柄入りですね。文字と柄の入ったリボンになります。ワイヤー入りです。横にワイヤーが入ったタイプで、表裏ありな感じです。これも青山リボンさんですね。38ミリの12メーターポリエステルリボンです。柄わかりますかね。こんな感じです。はい、エントリーナンバー4番、チェック柄ですね。チェック柄の幅広リボンです。これも青山さんで、100ミリですね。10センチあります。あまり見ないタイプで、個性的でおしゃれなんじゃないですかね。かっこいいですよね。こんな感じ。次は両面サテンなんですけど、36ミリ幅。色がおしゃれですよね。好きな色です。とってもこんな感じで、すごく馴染みますよね、このカラーリングにね。エントリーナンバー5番です。サテンの36ミリ幅、色名っていうのがないので番号ですね、837番の色になります。次も同じ、まあシリーズの幅違いなんですけど、リーガルサテンの48ミリ幅の方、ちょっとグレーみが強くなる色ですね。シックですよね。こんな感じ。あ、おしゃれですね。大人ですね。かっこいいですね。まあ、大好きな感じなんですけど、エントリーナンバー6番さんです。6番さんがリーガルサテンの186番です。エントリーナンバー7番。2つ前のと似た色目ですね。まあ、自分が好きな色なので買ってきてしまいますが、柄入りですね。紋章入りみたいな感じですね。なんかこうクリスマスとかだとこういう紋章っていうのがよく合う感じがしますね。アラベスクのようなかっこいい感じです。ちょっとキラキラっとした感じで、これもまあ雰囲気いい感じですね。エントリーナンバー7番、これはね、ルナリボンさん、40ミリ幅ですねのリボンになります。でこれも同じルナリボンさんの、私ルナリボンさんでこういうなんか柄物を買ってくるのが多い。あ、同じ模様ですね。同じ文様のオーガンジー系ですね。あ、去年のクリスマスのフレームに使ったリボンですね。グリーンの、ちょっとこのグリーンもこういい感じの重厚感のあるグリーンだけど、オーガンジーだからそこまでこう重すぎないって感じですね。なんか格調高い感じでかっこいいかなと思います。いくつかこうループを作っていっても徐々にこう厚みがついてくるので雰囲気が出てくるかなっていう感じですね。かっこいいですよね。あー、かっこいい、かっこいいですね。はい、次が今度アスカさんですね。アスカさんのリボン、アスカさんはちょっとやっぱデザインリボンが多い感じですね。ポリエステル 75% のナイロン 25% の混合ですね。でワイヤー入りの、ゴールドが入ってるベルベット調のリボンです。で表裏ありですね。こんな感じ。まあもうもろクリスマスっていう感じの、おリボンです。
まあ、定番っていうのは強い訴求力がある感じですね。すごく広くたくさんの人に売りたいとなったら、こういう定番のものっていうのはすごく強い訴求性を持ってると思います。まあ、お次はゴールド。これもクリスマスによく使うカラーです。普通に綺麗ですね。普通に綺麗ってなんか変な言い方ですけど、普通に綺麗ですね。はい、こちらもちょっとノーマルな定番カラーな感じの赤とゴールドとグリーンっていう定番のカラーリボンです。これもしっくりきますよね。綺麗ですね。まあ、最後に定番ものを持ってきました。以上、皆さんだったらどれが良かったですか？どれを使いたいと思うでしょうか？どんなのがいいかな。ちょっと選んでつけてみますね。どれにしよう。シンプルに行くんだったら、こうやっぱラフィアが、まあ、ノーマルすぎるかなと思うので、で色的に好きなのはこのグレイッシュなこの人が色的には好きですね。でもまあちょっと変わっててあんま見たことない感じで、ここら辺いかがでしょうか。まあ、つけてみますね。そんなにこう蝶々リボンとかじゃなくてラフな感じの方がいいんじゃないかなと思います。まあ、2つ折りにして長短つけた感じですね。もう一回待ってみようかな。こうなんかマフラーみたいな感じで首元に巻くって感じかな。で上の方をちょっと短い感じにして、そのままさらっと流す感じで、長い方を下にちょっと入れて短い方を少し上に乗った感じで、こんなので身をやっぱし見せるような感じ。こんな感じでどうでしょう。完成です。ユーカリはこのままドライになります。色もちょっとずつ変わっていきます。長く飾れるのでクリスマス用、お正月用とリボンを変えて楽しんでみましょう。オーナメントを添えてもいいですね。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。